あなたに似合わないのでやめた方がいいですよ。はい、こんにちは、のべ本店ののぶです。冒頭の言葉ね、あなたには〇〇は似合わないのでやめた方がいいです。こんなセリフをですね、美容師さんから言われたことがあるという方、このチャンネルの視聴者さんの中にもたくさんいるんじゃないかと思います。そこで今日はですね、このセリフの意味を解説しようと思います。おそらくですね、一般の視聴者さんたちね、美容師さんじゃない人たちが聞いたらびっくりするようなことだと思います。そして逆に言うと、このことを知るとかなりね、希望が持てる内容になってるんじゃないかなと思いますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。はい、では早速参りましょう。冒頭にも申し上げました、このあなたには〇〇は似合わないですよ、だからやめた方がいいですよ、という美容師さんからのセリフね。これは当てはめる言葉はいくつもあります。あなたにショートは似合わないとかね、あなたにパーマは似合わないですよとか、あなたは明るいカラーリングは似合わないですよ、こういったセリフね、言われたことあると思います。これなぜなのかという話です。単純に言ってしまうとですね、その美容師さんが あなたのそのオーダーの大きくチェンジした先がイメージできていない、これに尽きるんじゃないかなと思います。ただしこの言い方はですね、非常に美容師さんサイドにとって優しい言い方になっています。もうちょっと厳しく言うとですね、大幅にチェンジした先にある髪型、これがですね、できない、あまり得意じゃない、そうなるかどうかわからない、もっと厳しく言うと、できないからやりたくない、こんな意味合いが込められていたりするんです。それを証拠にですね、あなたには似合わないと言われたその美容師さんからですね、なぜ似合わないのかという説明を受けたという方いらっしゃるでしょうかね。ほとんどないはずです。これはですね、つまり美容師にとって今のあなたから大幅にチェンジする、例えばそれがバッサリ切るとか、パーマをかけるとか、色を思い切り変える、こういったことはリスクと感じてしまう人がザラにいたりするわけなんですよ、そういった美容師さんがね。じゃあね、ちょっと視点を変えてみましょうかね。もし仮にその美容師さんが言う通り、あなたがショートが似合わない、ということで考えていきましょうかね。じゃあショートというのは一つの髪型のことなんでしょうかね。違うと思います、ショートといってもいろんな長さもあれば、形、質感、色、いろんなものがあります。なので、イメージしてほしいんですが、長袖は似合うけど半袖が似合わないという人いらっしゃるでしょうかね。ね、これ考えてもらうと分かりやすいと思うんですが、半袖といってもいろんな色、素材、形があります。なのでショートヘアといってもいろんなものがあるわけなんですね。なのでその中からあなたに似合うものをチョイスして提供してくれればいいだけなんですが、髪がそこそこね、長さがある方が、私もそろそろバッサリショートにしたいわといった時に、あなたにショートは似合いませんよ、やめた方がいいですよというのはですね、その美容師さんの中にショートが1個しかないと言ってるようなもんだよね。ここでね、考えなきゃいけないのは、お客さんであるあなたがですね、美容師さんの言うことを鵜呑みにして、私にはショートは似合わないんだと思い続けて、この先何十年も生きていく、こんな悲しいことはないと思うんだよね。なのでもしあなたがですね、ショートにしたいです、そして美容師さんからあなたにショートは似合いませんと言われた場合、その美容師さんはもうとっととね、諦めた方がいいですね。違う美容師さんを探した方がいいです。美容師さん変えたら、あいよっつってね、簡単にやってくれるなんてことはごく普通にあります。じゃあね、この似合う似合わないということはもうちょっとね、掘り下げて考えてみる必要があるんじゃないかなと思うんですが、似合う似合わないとは一体誰が決めるんでしょうかね。その美容師さんが髪のプロであるから、美容師さんが似合わないと言った以上、本当に似合わないのでしょうか。ここを考えなければいけないんです。そもそも似合う似合わないという言葉の意味は何なんでしょうか。ここから話すお話はですね、過去にも動画の中でお伝えしたので、もう聞いたことがあるよという方いらっしゃると思いますが、まあ、おさらいのつもりでね、聞いてみてください。初めて聞く方はですね、ぜひ、頭の中でイメージしながら聞いてほしいんですが、私ノブ、見ての通り髪はボーボー、ヒゲがボーボーね、決して清潔感のある感じではないです。でね、いないよ、本当はいないんだけど、ノブさんに双子の弟がいたとしましょう。一卵性の双子で、見た目はそっくりね、顔、形、背格好、喋り方、声、全く同じ。でもその弟はお堅い会社に勤めているので、髪はすっきりと清潔感のあるスタイルにして、ひげは生やしていない、いつもスーツね、ネクタイを締めてスーツを着ていると、そういった弟がいたとしましょう。では紹介しましょう、どうぞと言った時に、
このノブさんを見慣れている人にとってこっちの弟の、ね、顔は同じ、背格好同じ、話し方も声も同じ弟、これを見た時に似合わないという人が結構出てくるんです。逆に言うとこの弟の周りの人で双子の兄貴であるノブを知らない人にしたらこれが似合わないと言ったりするんです。これは何が理由かというと、見慣れているか見慣れていないかで人は判断するということです。比較対象があるからこそ初めて似合う似合わないという言葉が出てくる。つまり見慣れているか見慣れてないか勝手にそれだけで判断しているということです。じゃあ逆にですね、この双子の弟、こっちの方が似合っている、ね、髪型や服装、ひげ似合っているという人はですね、ただ単に清潔感のある男性が好みという場合があるわけなんだよね。逆に言うとこっちの方がいい、このリアルなね、今のこのノブの方がいいという人はですね、この汚らしい感じが好きという人が結構いたりするんです。これは何に起因しているかというと、単純に好きか嫌いかですね、好みの問題です、ね。こういう方がいいっていう人もいれば、すっきりしてる方がいいっていう人もいると、つまり何が言いたいかというと、似合う似合わないというのはですね、見慣れているか見慣れていないか、そして好きか嫌いか、この二つの要因で勝手にみんなそれぞれ使っている言葉であると。別に深い根拠はない、ね、証明できるような理由が何もない、そういった場面でかなり似合う似合わないという言葉を無責任に使っているということが分かっていただけるんじゃないかなと思います。さて、話を美容師さんから言われるね、あのセリフに戻しましょう。つまりですね、美容師といえど、いくら髪のプロといえど、何でもできる人ではないんです。つまり、あなたが大幅なチェンジをしたいと言った時に、それがあまり得意じゃない人が、似合わないからやめた方がいいですよ、という、誰も傷つけない、特に自分が傷つかない、美容師側がね、美容師側が傷つかない魔法の便利な言葉を使っているだけ、という場合がありますので、どうぞそういった場合は美容師さんを変える、ね、美容室を変える、そういったことであなたのなりたいを実現する、こういったことが確実にできますので、どうぞ美容室探し一生懸命、ね、やってみてください。今の担当の美容師さんにどう説明したらやってもらえるのかしらではなくて、美容室を変える、これが一番手っ取り早い確実な方法ですので、どうぞチャレンジしてみてください。ということで参考になれば幸いです。現場からは以上です。では最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。次回のライブ配信は5月の16日兵庫県より行います。こちらの日程ぜひ押さえておいてください。そしてこの信也本店のノブというチャンネルにはサブチャンネルがございます。その名も信也音楽館です。こちらは過去のライブ配信の演奏シーンだけを切り取って、私の方がほんのちょっとおしゃべりを添えて短い動画、毎週日曜日の夜9時にお届けしております。大人女子の皆さんの大好きな昭和の名曲を中心に私の方が心を込めて歌っておりますので、ぜひこちらもご覧になっ てください。 URL はコメント欄の方に貼っておきます。てな感じで、なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタン、コメントの方もどしどしお待ちしております。では次は木曜日に会いましょう。バイバイ。じゃんけんほい、チョキでした。ではこの例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK、 ありがとう。